え、なになにえ、何え、僕え、僕の番え、喋っていいのえ、僕の番へへえ。え、なんかね、あの、陽キ屋の NATO の皆さんの前で、なんだかちょっと緊張しちゃうんですけどね。え、ちゃんと話、え、皆さん聞いてくださいね。いいですかお話ししてますよ。わぁ、いい眺めだ。ねえ。えー、なんでアジア人のお前が、この北大西洋条約機構 NATO 様のステージに立ってんのって、 不思議に思っておられる方も多いかと思いますけれども、まあそんなこと言わずに、温かい目で見てくださいよ。私はね、こう見えても、ウクライナに1兆円規模の援助をしてきたんですよ。これまで、アメリカさんや EU、イギリスさん、ドイツさんに次ぐ5番目の金額なんですよ。NATO でもなくは、国連常任理事国でもない、日本の総理大臣であります、岸田文雄が、ここまで支援したからこそ、今、ここ、皆様の前で挨拶できているということなんです。 まあ、世界から見て、日本人は金持ちで、金払いがいいとされていた時期もあったんですがね、それはもう当の昔ですよ。もうね、経済成長率なんてね、30年も横ばいですわ。平均年収も、あの韓国人さんにさえ追い抜かれてしまっている始末すですね <laughs>。今や日本国民も、増税に次ぐ増税で、財務省が発表している国民負担率は62.8%ですわ。まあ言うならば、日本人は月曜日から金曜日の中で、月火水は、 我々、日本の、えー、税金のために働いてくださっているというところですね。まあ非常に勤勉な民族であるわけですよ。すごいでしょう。 まあ、こんな話をね、あのー、まあ皆さんの前でしても、まあ仕方がないのでね、まあ今回にしておきますけども、それにしてもね、もうアメリカさんからの金出せ金出せコールはひどかったですよ。もうこっちもね、もう出しゃいいんでしょ、出しゃってな感じですわ。へへ。まあね、これからもまあ頑張って支援していく所存ですし、まあもっぱら、頑張るのは国民どもなんですけどもね。と、まあ、こんな感じで、ウクライナには防弾チョッキだ、発電機だ、キャッシュだ、1兆円規模の支援をしてきたんですけどもね。 NATO の皆さんからはね、あの、武器供与しろよってね、こと言われちゃったんですわ。まあでもね、これに関してもう参っちゃったなってね。なんせね、第二次世界大戦後、アメリカさんに牙抜かれちゃったんでね、まあ、持ってないものはもうあげられないじゃんってね。うん。うまあこんな感じでね、まあさすがにちょっと武器供与は難しいところではあるんですが、まあ今後もね、世界の ATM というアイデンティティを持ってですね、えー、財政支援っていうところですね、あの国民の支援を顧みず、えー、積極的に取り組んでいきたいと思っておりますよ。 ああともう一つ。あ、ごめんなさい。これね、ちょっと言い忘れとったんですけどね。ほら、あの、最近ロシアだけでなくて、アジア近郊も気な臭いじゃないですか。ほら、中国、北朝鮮に韓国に、まともな国が日本の近くにはないでしょえー、軍を持たない日本にとって、マジで地政学ガチャ大外れなわけですわ。えー、これだけ NATO に協力してんだから、有事の時には都合よく守ってもらいたいなー、なんつってね。へへ。 まあ、そんなこと言ったらね、まあの、フランスのマクロンさんからは、おめえら軍持ってねえし、そもそも北大西洋にもいねえちゃんとか、陰気扱いされちゃいましたけどもね。<laughs> まあよ、ちょっと予断を挟んじゃいましたけどもね、えー、まあ、あの、なんと言いますか、そこのあの、説明書にも書かれております通り、あの、武力侵攻は許さないですし、あと、金の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を守らないといけないという方向性は、日本も一致しておりますので、今後も海外支援頑張っていきます。今日はここに立たせてくれてありがとう。 これこれ、陰キャの岸田くんの声を初めて聞いたからって、女子びっくりしないの。みんなもね、あの、肝がらないでね、あの、なんか助けてほしいこととかがあったらね、あの、岸田くんに相談しなさいよ。時刻がね、大変なのを帰り見ずすぐにお金出してくれるんだから。私はこう見ても彼をものすごく評価しているんですよ。 彼はね、すごくクレバーでね、見かけによらず発想力がすごく豊か。こんな古速なやり方でステルス増税すんのっていうところがね、あるで、もう皆さんもね、ぜひ参考にしてもらいたいね。なんかあのー、よくわからないけど話を聞くところによると、日本はなんか復興特別税復興特別所得税なるものがあるみたいだからね。ぜひね、これはあのー、今後ウクライナの復興にね、大きく焼け出せていただきたいと思うね。はい、ってなことでね、はい、ATM キッシーだ。ウクライナの復興よろしくね。お任せください。 ああ、金ばらまかないと友達作れない惨めなやつ。